どちらも同じデータソースによってコントロールされているシンクセルテーブルとシンクセルチャートを組み合わせたスライド作成をユースケースとして作成方法を解説します。具体的には下部のテーブルを作成する手順を見てみましょう。この積み上げ棒グラフは外部エクセルシートにリンクされています。このチャートの値をその下の表にテーブルとして挿入する方法を解説していきます。エクセルシートに移動しテーブルとして表示するセル範囲を選択します。この場合、 カテゴリー年はすでにチャートに示されているため、系列列と値のみが必要となります。要素、表の順に進み、パワーポイントのスライドをクリックして、グラフの下に表を挿入します。シンクセルロックを使用して、まず右上のロックをチャートの右端までドラッグし、マウスボタンを離すことにより、表をチャートに合わせます。次に、最初の行の一番左の値のセルを選択して、左上のロックをチャートの左端までドラッグして離します。 これで表の列がグラフの列に揃えられました。グラフの年ラベルの下の中央に値を配置していきましょう。すべての値のセルを複数選択します。ホームタブに移動し、段落グループの中央揃えをクリックして、すべての値を中央に揃えていきます。最後に、表全体を選択し、塗りつぶしの色、ドロップダウンメニューから任意の色、ここでは TC グレーを選んでセルの塗りつぶします。次に、 横ストライプをクリックして、表にストライプ柄を追加します。これで完了です。チャートとテーブルの両方が自動更新に設定されている場合は、Excel シートで値を変更すると、両方が同時に更新されます。